今日のお客様はジャズジャズ評論家としてデビューしエルビス・プレスリーやビートルズなど数多くの洋楽を日本に広めましたそして今年で作詞家生活50周年さらに創立15周年を迎えた NPO 法人日本子守歌協会の会長を務め最近では次世代に歌い継ぐ子守歌生まれてきてくれてありがとうを作詞されました今日のお客様は音楽評論家で作詞家の 湯川いこさんです。はい、よろしくお願いします。お邪魔します。前回お越しいただいたのは2011年の8月の12日ですね。もうあれからもう4年も経ちましたね。ですよね。もう本当にあの大震災の後の大変な時でしたね。そうでしたね。今回は湯川いこさんが作詞をなさって、つんくさんがそうなんです。作曲をお願いをして、はい。 はいえー、生まれてきてくれてありがとうという,う後ほどこれはおかけしようと思っておりますが、はい、まあでもどんなことでこの音楽が 生まれてきてくれててててきくありがががとうが出来上っったのかか伺ってよろしいです実は日本子守唄歌協会って15年になるんですがもともとは文化としての子守唄歌を全部集めて継承して保存しようという運動を15年ぐらい前に始められた団体なんですが私はまた全然別の方から、うん、あの赤ちゃんが生まれてすぐへそのを切って新生児室に 運ばれていくとそれはそれで感染症にもならないしまあ大変お母さんも楽っていうことになるんですがやっぱり赤ちゃんが泣くっていうのはお腹の中で聞いていた音を探してるんですね音を探してるそれからぬくもりをもういきなり別世界に放り出されるわけですからであんなに10ヶ月聞いて安心してたお母さんの 血流流れる音とか心臓の音とか、うん、子宮の中で聞いていたお母さんの周波数、うん、声の周波数を探して泣いてるということも分かってきましたので、うん、その最初の3日間とか、うん、最初の3週間とかそして3か月、うん、よくその三つ子の魂100までと言われるように、はい、最初の期間がものすごく大事で、うん、そこで安心して。 あの大人を信頼できてそして自分の存在泣けば抱っこしてもらえる泣けば声をかけてもらえるってことに対して自自分の存在に対すするる信ができるんできんねそれがやっぱり一番その動物的な親子のコミュニケーションとその子が大きくなった時に挫折に強い子供になるとか非常に好奇心が発達するとかまあいろんないいことにつながるのでとにかく子守歌を歌ってくださいと。 声かけをしてください、うん、テレビの前に転がしとかないでくださいみたいなことを私は、うん、私でずっと15年ぐらい前から呼びかけてきてで今は 小森歌協会会ににも入っっって長ままででなしたのこの15年目にじゃあ若いお母さんに歌ってもらえる子守歌を作ろうよっていうことから、うんうん、で久美子さんはすごいアルトの素晴らしい声で、はい、一番人が落ち着く声ですから、うん、で歌がお上手だしで久美子さんにお願いしてやっぱりメジャーから出ないとね、うんうん やっぱりネットじゃダメなんですよ。配信だけでは。なるほど。ええー、はい、それで、まず久美子さんに出していただくことを最初に決めて。うんうん、で、私が詩を書かせていただくことも決まってて。はい。はいはい じゃあ誰に作曲をっていろんな方を候補にしてたんですがつんくさん大竹さんも覚えてらっしゃると思いますけど4月の入学式のシーズンにね近畿大学での誕生で公演生態を失った私も前からお仕事をよく本当にテーブルを並べたりしてましたのでお子さんが小さいこと知ってたし3人もいらっしゃること知ってたしどんなにおつらいだろう。まささかそのんに 作曲音は私は考えなかったんですが、うんはい、周りの久美子さんの,そのスタッフやレコード会社の方、うん、いろいろ含めて、うん、ツンクさんんにお願いいででできないでしょうかって言ってて言こられたんですで私も本当にあのためらったんですがでももしかしたらと思って一生懸命お手紙を書いて、うん、お手紙を送って「つ、うんくさんにつく頃かなどんな傷つけたりしないかな」と思って心配してたらもう朝起きたらメールが入ってて、はい、もう喜んで。 ああ光栄です、えー、嬉しいです」って言っていただいてもう本当に嬉しかったですそれで、うん、楽曲ができてくるまで2ヶ月近くかかりましたでしょうかつ、うんくさんから素晴らしいメロディーの,、うん、あの清らかな大きな曲が届いて。うんうんうん それに今度は詩をはめていきました、はい、で、つんくさんとやり取りをしながら、はい、その詩の中で一番こうサビの中央の部分の、うん、本当は作家が一番作詞として苦しむところなんですが、うん、つんくさんがここはぜひ生まれてきてくれてありがとうという言葉を入れてくださいとおっしゃってきたんですだから逆に生まれてきてくれてありがとうという言葉があまりにも大きくと思うので、うんうん あまりこうチャラチャラした言葉が後つけられなくなって、はい、<laughs> それなりに苦労しましたけど、うんうん、でもだからとても真面目な歌ができました聞いてくださる方が、はい、あのやっぱり子守唄って昔から、うん、例えば武田の子守唄とか五木の子守唄例えば「おどまぼんぎりぼんぎりぼんかルさきオランド」っていうあれにしたって、うん、赤ちゃんを背負って子守暴行に出されている子供が「 自分自自身のために歌ってるんですね、うん、自分を慰める歌として、はいはい、だから子守歌さんもおっしゃってくださったんですが聴、うん、かせる赤ちゃんのためだけではなくて、うん、歌う人のためでもない、うん、あるんじゃないんですかっていうこともおっしゃってくださったんで、うん、本当にそうだなと思って、うん、歌ってる人が何か豊かな気持ちになって、うん、歌ってる人が慰められて、うん、幸せになればそれは赤ちゃんにも伝わるだろうしだから必ずしも 体内で聞いてたお母さんの声でなくてもパパの声でもおじいちゃんの声でもおば、うん、あちゃんの声でもあるいはほぼさんの声でも誰でも歌って頂い,いてそれが少しでも広まっていけば社会も変わるかなと、ねえー、あつんくさんが大学で講演なさったのも、はい、テレビでないずいぶん流れましたけどもう本当にもにつんくさんの顔がねんなんかこうなんていうのかね なんか透明度を増したって言ったらいいのかねうん,、うん、なんかこうすんなりこう受け入れられるそうあの時のお言葉が素晴らしかったですよね「うんはい、僕も皆さんと同じ1年生です」とだからこそ僕にしかできない「うん、僕だからできることをやっていきたい」と皆さんもそうだっておっしゃった時が本当にすごいなってなんか僕に帰って声が、ね、出ない人が。えー 公演ですものね,ね<ー>いやすごかったですね。うんえー、それでその後こう湯川さんとはあれですか、まあ、湯川さんは実際に、まあ、つんくさん声出ないんだけどなんか一緒にやっていくうちに「ここはこうしよう」とか「はい、それがいいんじゃないの」みたいな、はい、声が聞こえてきたん<や>錯覚に陥ったとおっしゃったうそうなんですいいよいよも作って。はい で久美子さんと一緒につんくさんのスタジオで「ここはこういう風に歌ってるんですけど、うん、どうでしょう?」とか言るってうて、ん「そうそうそう、うん、それいいね OK」みたいなねは<ぁ>それ声は出てないんですよ、うん、でも明らかにそうって分かるんです。うん、ですからもう顔の色も明るいし、うん、すごくいい顔の色もしてらしたし、うん、ものすごく目が輝いていて、うん、あのなんか普通にな本当はそこであのちゃんと パソコン打ち込んで、うん、あの言葉も出てくる会話もあるんですが、うんうん、必要なかったです。うん、まあね、あるとの、とても素敵な声ですけど。そうですね。あの、だから、こんな難しい歌を、赤ちゃんにいちいち歌わなきゃいけないのかって言われそうですけど。うんうん、<laughs> いや、もうカラオケに入っておりますから、<laughs> はい、ええ、ですから、もう普通に歌っていただける歌で、いいんじゃないかと思ってます。なんか、こういう歌、いいですよね。うん、あの。ね 私でも心に余裕がないと、なかなか歌えてなかったなっていうのが、今自分で思い返して。そうなんです。一人目の時って、すごくなんか、夫婦なんかも悪かったし。あんまりこう、歌えなかったけど、二人目の時は、なんか。自分で作った、適当な子守唄を歌ったり。本当はね、もう何でもいいんです。あの、どんな、あの歌でも。あの、自分の好きな歌を、お母さんが機嫌よく歌ってあげてくれることが、やっぱり一番赤ちゃんの自立。 に役立つことですから、うん、そういう意味で歌っていただけたらと思います。でも本当に小森歌っていうとね、あのイメージの中でも本当に昔の小森歌しかね、うん、<う>大昔今やっぱり倉玉が言ったみたいに何かこう余裕が。うん そうですねもうほ本当にお母さん忙しいしあまあ実際あの一緒に働かなかったらあの若い夫婦が部屋借りてなんて生活できないですから今子はい。はい、今子供さんさえ歳作れないっていう若い人が増えてるじゃないですかだからそういう中であのなんか女が輝く時代なんて言われてもね、はい、それ以上の問題としてほんとどう子供を育てられるかっていう,う。う ところにも直面してますから、うんうん、予算ものは何の配分もなしにね、えー、輝け輝けって言われたってねそうなんですあの特にあの日本で私が今本当に欲しいなと思うのは、うんうん、あの駆けつけベビーシッター、うん、つまり、うんうん、お母さんの仕事が何も朝で、うん 9時時から5時とは決まってないんですね、はい、夜中の仕事もあれば早朝の仕事もあるし、うん、突然お母さんが熱出して倒れることもあるし、うん、でまた赤ちゃんが熱が出ると保育園が預かってくれないみたいな、うん、そういう時にお父さんがいくらねイクメンって言われても仕事休めるもんじゃないじゃないですか。そんな時になんかもう地域の お年寄りでも何でもいいからなんかこう駆けつけベビーシッターのようなそういうフランスなんかあるんですけどそういうような何かちゃんと本当にもうコアな一番大事な部分の育児というものを国の宝として考えてほしいそういう方がその駆けつけベビーシッターみたいな方がいるとすごく楽になりますね本当になんかそれこそその介護のねあの点数制みたいになんか本当に育児のそういう、うん、いろんなあの 工作を考えててほしいいって心から思いますね、うん、ーはあちょっと話はと言いますけど湯川さんはあのー、社会的な問題にもとてもお,お声を上げてらっしゃって、えー、女性球場の会、はい、それから音楽家球場の会、はい、世田谷球場の会、はいあのー、今回の「 安全保障関連法案の成立には反対ししていらやっぱりこれはやっぱり良くないですかいやあのこれあの子守唄を作るなんていうのと同じような私の場合は本当に生き物感覚というか子宮感覚というかそういうもので毛穴感覚で音楽も聴いてきたのであのその救助があれば守れるというほどあのあ 穏やかなな社会ではないことも世界ではないことも分かってますしもうすでになんか日本だけがそれを叫んでも,もう環境的にも経済の仕組みとか食料それから水やエネルギーの問題だけでももう何かこう奪い合いのスパイラルに入ってるような気がするんですなあのイシスの問題なんか見てもいろいろあまりにも根が深くて。でもそうだからこそじゃあここで日本も同じように拳を振り上げて。 どこの国が許せないさあ一緒に駆けつけて、うん、あの駆けつけ警護法で、うん、そこでじゃあ弾を撃っていいのかっていうと、うん、私はこの日本ってもっと地理的に、うん、あのこうななんでしょう地球上のその、うん 地図を眺めながらこの小さな360度全部海に囲まれてるこの小さな小さな地震列島にまず54基もどんな理由があっても原発を右側に作ってしまったってこと自体がもうそこ一つを狙われたら 日本は私たちどこにも地面が続いてませんからもう海にみんな飛び込んでもう万歳クリフみたいに侵略しかないんですねでそうならないためにはどうしたらいいかもうとにかく外交しかないんですもう外交しかないた例えばそれが土下座だろうが何だろうがとにかく仲良く行きましょうよとで日本というこの小さな国はもう戦争を完全放棄して人類の理念を生きてるんですから。 どうぞそれを理解してくださいと、うん、の代わり私たちにできることは何でもします、うん、ただ人は殺しませんだから殺さないでください、うん、ということを私は国の理念として言い続けるべきだというふうにずーっと持ってきましたので、うん、それがただ変わらないだけです、うん 54基の原発は一つも動いてなくても電気が足りりてたたししましたから、ねそうまあ、確かにね、うん、それだけ石油は買ってたかもしれないけれども、うん、その間にずい、うん、あのたった3%しか作れなかった電力を今1トもう作れるようになってますしねそれこそ,そのあの小泉さんがある種乱暴におっしゃったように、うんはい、本当に困れば必ず日本はそれだけの私は技術も あの知能も、うん、アイディアもある国だし、うん、それが世界をリードしていけると思ってるんです、うん、ですからその平和の理念も、うん、私は日本は世界をリードしていけると思ってるんです、うんうん、あのあれですよねそういう声を結構業界の中で上げるっていうのはあの結構圧力もあったりなさるけどそこら辺はお気になさらないで。いやももうう実は 50年同じこと言ってますのででも50年同じこと言いながらここまで来れたんですからもう何も怖いものは怖いものないですなるほどえっとずっと向こうの音楽を日本にビートルズとか紹介なさったりジョン・ロレーモンとお会いしたりいろんなことして音楽業界もずっと湯川さんがね引っ張っていらしたと思うんですけどもただここに来て なんか洋楽があんまり昔に比べて、 日本人はあんんまり聞かかななくなったんですか、ね、あのそれは確かにその、うん、ある意味その世界が狭まったような気がしますがでももともとそれはそれで健康的なんじゃないかと私は思うんですね。<ー>っていうのは<ー>だって自分の国それは前からもそうですよね。共感できるのはやっぱり自分の国の言葉それぞれですからだからアメリカ人はアメリカの音楽聴いてるわけだしフランス人はシャンソン聴いてフランス語の歌聴いてる日本だってそうでしょ。ただ昔は、うん 例えばビートルズが来た時もなんかビートルズが何を英語で歌ってるかわからないけれどもでもその少年がギターを弾くとか自分で歌を作るとかであれだけちょっとみんなそれまでは GI カットだったのに髪がゆさゆさ揺れてリズムをシンコペートしてるとかかっこいいからキャーって言ったんだけど座って聴けとかすごかったんですよ武道館あんなやつらに貸すなとか。 その時にまずあれと思ったんですじゃあビートルズは何を言ってるのそんな危険なこと言ってるの違うじゃないみんなで楽しく生きようよって言ってるだけじゃないでもなんで男たちはあんなに角出して怒るんだろうってや気持ち焼いてんのと思ったんです正直に。 が入ってきたは不良が使う楽器だとか当時本当本気で言われてましたからねで大人がねしかも政治家の方も反対されて貴重な外貨を使うなとかでも今どうですかあの時歌った11曲の中にちゃんと「イエスタデー」もあったんですよ名曲あったんですよ分かんなかっただけじゃないと思うの原発も同じです。 分かんなかっただけじゃないなっ,って分かったからにはね、うんはい、分かったからには守りたいと思います、はいうん